ではまずはキッチンから。サイズはこんな感じです。なかなかコンパクトな、いい感じのサイズですね。いきなりそこ行くの？はじめまして、怖がらないでください。私たちは地球から約100万光年離れた惑星、ワクワク三星サンポール星から参りました、エネルです。基本束で行動するので、エネルズと呼んでください。悪者にさらわれた家族を探して、この地球までやって参りました。どうやら、この星のどこかで強制労働をさせられているようです。あなたは明らかに見た目がおかしいので、声をかけました。私たちを助けてください。私はあなたの仲間です。私はあなたの仲間です。私はあなたの仲間です。ゲーム、やあ、フレンド。来ましたね、奴が。ここはアミジャが奴の相手をするんで、私たち、エネルズがその間に、お部屋案内の準備をお助けいたします。今一度ですが、ストーリーとしましては、お部屋案内人こと内見ジュニー、金色サングラス、が内見の前、準備中に何者かに邪魔をされる、地球征服を企む悪の集団、に立ち向かい、無事、お客様を迎え入れるまでを、適当に描くという、物語が、崩壊するフラグがすでに立ちまくる、いやすでに崩壊している、青春ラブストーリーです。てかなんで最後で急にひねってくるの？ラブあるの？あるかもね。そう言ってたの？言ってないよ。なんでそんな小さい嘘つくの？嘘ついたらあかんで。ごめんね。絶対に。やぜ。それではここからは、エネルズが勝手に安全安心快適なお部屋案内していくでございます。ではまずはキッチンから。サイズはこんな感じです。なかなかコンパクトな、いい感じのサイズですね。いきなりそこ行くの？コンロは自分で用意してね。それか冷蔵庫をコンロの代わりに置くといいんじゃないでしょうか。でコンロどこに置くの？お料理もしたいな。その場合コンロどこに置くの？どこに置くの？どこに置くの？横はやはりトイレです。このタイプの部屋には和式が似合いますね。日本文化いいね。竹とか置きたいね。ちなみに横のドア開きます。なんとこの部屋入り口を自由にカスタマイズできちゃうんです。その日の気分で入り方変えてみてください。同時に開けると通気性も2倍になります。何かアーティスティックな感じが漂います。私はアマゾンに咲いたラフレシアをこのドアに見ました。ラフレシアは東南アジア島諸部とマレー半島に分布するラフレシア科ラフレシア属の全寄生植物で十数種を説明長くない？すごくない？お花綺麗ね。本気と書いてマジだよ。一人暮らしサイズということですが、部屋が2つあるため余裕があります。ちなみにテレビアンテナ線はありますが、ネット回線は個人で契約してもらう必要があります。でもなんとかなるね。ちなみにこの部屋、事務所としても利用できるので、いろいろ使い勝手が良さそうです。梅田エリアへも自転車圏内で、梅田は事務所を借りるのは高いので一駅、離れた中崎町エリアは穴場でございます。それめっちゃ、いいね。窓から見た外の景色はこんな感じ。周りは静かで過ごしやすい環境ですね。目の前には昔ながらの純喫茶もあります。しかも電柱を窓から見放題です。たまにはじっくり見てみてはどうでしょうか。こんな日も、あるね。窓のサイズはこちら。手分かる必要ある？窓、測る？測るの好きね。この三角コーナー、どう使おうか考えただけでワクワクしますね。手頭の本人は全く何も浮かびません。竹でも置いてみる？それ本気で言ってるの？お部屋竹やぶになっちゃうよ。パンダ？パンダ。いいね。この部屋お風呂ある？ないです。なんて？そういう部屋です。でもいいね。近くに銭湯ある？あるよ。多分ね。
行ったことある？行ったことないよ。なんでわかるの？かーん。それではここからが本題。この物件の初期費用、一体いくらなんだい？ってことなんですが、弊社でご制約いただくと、初期費用はこんな感じです。これで明日の晩ご飯焼肉です。とっても嬉しいです。え、明日、焼肉といった時点でもっと下げれますよね？いや、あくまで例で、回転寿司になる可能性もあります。もうマジでこれで勘弁してください。主人公の給料を勝手にカットしました。で、普通に売上マイナスっぽくない？もう男気見せました。世のため人のため、これでダメだったら涙、切れます。君、なかなかいいね。